DeNA、19歳がまるで筒香。DeNA の育成、小笠原総内野手の打撃フォームが、筒香すぎると話題になっている。27日に台湾で行われたウインターリーグの NPB レッドで、5番ファーストとしてスタメン出場。クプブル選抜マウンテンズを相手に3打数1安打3打点と結果を残してみせた。180センチ、92キロの体格で、左打席に、君臨する様子は、チームの先輩でもある、筒香嘉智外野手にそっくりで、注目を集めている。小笠原は、2023年育成ドラフト3位で DeNA に入団。1年目の今季は、2軍で8試合に出場し、打率2割5分の成績だった。台湾で鍛錬を積む19歳に、いい構えしてるなぁ、将来楽しみ、筒香のフォーム参考にしてそうだよな、背番号125だしマジで期待してる。こんなんもう浜の筒香やん、下半身ごついねえ、浜の未来明るすぎる、これは筒香などの声が上がっている。さらには、体格めちゃでかくなってる、体格エグ、未来の塊、想像してた100倍ゴジラだった、宇治のゴジラ頑張れ、未来眩しすぎなど、鍛えた体にも注目が集まっていた。楽しみしかないぜ。筒香選手かと思ったら、戸柱という選手でした。筒香のフォームを参考にしてるのではなく、戸柱のフォームを参考にしていると思うよ。怪我に注意して他の内野のポジションもこなせる練習に取り組んでほしいと思います。ドラフト界から一流になる選手が多いですよね。それが育成まで広まったらどれだけ強くなるのか。給食番長頑張ってください。高見沢選手、台湾に渡ってから打てていないようですので頑張ってほしいです。小さい頃からのベイスターズファンらしいし大しかない。人によっては体重増加しても野球がうまくならないケースがありますね。筒香ファンだった小笠原選手、いつか超えられるように頑張れ。細川以来のロマン、今度こそ育ててほしい。ファーストで若いうちから一軍レギュラーはかなり厳しい。外国人やベテラン枠だからね。ベイスターズならサードもできるようになればチャンスは広がる。筒香2世か、大きいのが打てそうなロマンはある。来年活躍して支配下登録を勝ち取ってほしいですね。